常磐病院の職員の皆さん、本日はスターバックス平堂の前店にやってきました。ご当地フラペチーノ、地元フラペチーノを買いに行ってみましょう。エリアにやってきました。ゲットです。茨城フラペチーノ、宇都宮のスターバックスにやってきました。すごい並んでる。お待たせいたしました。フラペチーノをゲットしました。マスダサービスエリアにやってきました。埼玉フラペチーノゲットです。皆さん、スターバックスには接客マニュアルがないのはご存知でしたか？接客マニュアルがないのにこれほどまでにホスピタリティが高いのは何か秘密ありそうですね。次回その辺を解説してみたいと思います。それでは今週もコロナ対策バッチリでお仕事元気にいってらっしゃい。